出荷するの？え？豚さんがどうしてこんなに？どういうことですの？どうやら見てしまったようだね。エスーシャ、どうしてあなたがここに？と言いますか、どうやってこんな短時間でここに？少々移動呪文を心得ていてね。ただし屋外限定だけどね。って私が聞きたいのはそんなことではありませんわ。一体これはどういうことなんですの？ああ、このランブタたちかい？彼らはここに集められたソルジャーの慣れの果てさ。慣れの果てって？君もランブタについては多少なりとも知っているだろう。まさか呪いですの？その通り。かつて魔王がいた。彼は人の心をもてあそぶのを何よりも好んだと言われていてね。人々が強い絶望により心が壊れることで、その身も心も豚になるという呪いを残したと言われている。そしてその呪いにより生まれた豚を、いつからか人はラン豚と呼ぶようになった。聞いたことがありますわ。けどあれは伝承のはずじゃ。しかしそれが実在した。それだけだ。まさか今回の大規模作戦と関係が？人がたくさんランブタになっているんですのよ。それにソルジャーがランブタになってしまったら、どうやって外敵などの脅威からリーンボックスを守るというんですの？リーンボックスなど傍から興味ないね。なんですって？場所を変えて話をしよう。教会に来てくれ。スーシャ、あなたは一体？ランラン、おほー。ねえねえ、なになに？で、まずはこのランブタたちをどうにかしないといけませんわね。どうやら失敗したみたいだね。お前か。どうするんだい、これから。これじゃあ君の目的もリーンボックスもお先真っ暗じゃないか。ダメならダメで次の方法を探すだけだ。だからこれ以上俺に構うな。君は俺が嫌いなのかい？悲しいな。待ちくたびれて寝てしまっていたか。あいつの目的は何だ？失礼しますわ。というのもなんだか不思議な感じですわね。遅かったな。何千匹ランブタを連れ帰ってきたと思っているんですの？子守までしてくれたのか。して彼らは？適当な豚小屋にまとめて入れておきましたわ。それは悪かった。礼には及びませんわ。私の大切な国民ですもの。では早速話を聞かせていただけませんか？あの場所で行われていた大規模作戦というのは何だったんですの？あの地に眠る魔王を捕らえる、それだけだ。魔王ということはあの呪いのですの？しかも討伐ならまだしも捕獲だなんて。目的を話してもらってもよろしいかしら？君がそれを知る必要はない。まさかとは思いますが、ソルジャーとは外敵からの防衛のためではなく魔王討伐のための組織ではありませんよね。言ったはずだ。君が知る必要はないとね。君がすべきことは復活した魔王の追跡と捕獲だ。拒否しますと言ったらどうですか？君にそれができるかな。何がおっしゃりたいんですの？君の予想に任せるよ。さて時間だ。これでも多忙でね。情報が入り次第連絡を入れる。それまでは自由にしているといい。
いろんなことがありすぎてもうクタクタですわ。もう一体何なんですの？って愚痴っても仕方ありませんわね。こういう時こそお風呂で気分をリフレッシュしませんと。さすがホテルの大浴場、広くていいですわね。お湯もちょうどいい温度で癒されますわ。ねえねえお姉さん、すっごいスタイルいいけど何か秘訣でもあるの？私ですの？そうそう、私私、秘訣などはありませんわ。ですが強いて言うなら、ストレスをためずに楽しく日々を過ごすことでしょうか。って、あら、あなたもしかして。あ、どうしたのお姉さん、私の顔に何かついてるの？いえ、何でもありませんわ。ちょっと知人に似ていたものですから。あなたリーンボックスには観光で？本当ならいろんなところを見ていろんなものを食べたかったんだけど、残念ながら今回はお仕事なんだ。そうでしたの。でしたら近場の美味しいお店だけでもお教えしましょうか？本当？お姉さん、スタイルだけじゃなくて優しいんだね。それほどでもありませんわ。そうだ、ねえ、その胸伝わってもいい？すごく大きくて気になってたんだよね。ええ、構いませんわ。はい、やった。それじゃあ早速ツンツン。トニトニ、マミマミマミ。そんな激しく、うわ、すごいよお姉さんの胸、形よし大きさよし弾力よしだよ、 KDD だよ。当然ですわ、なんて言ったって私の胸なのですから。そうだ、触らせてくれたお礼にこれあげる。あら、これはご丁寧にありがとうございますわ。いい湯加減でしたわ。それに大浴場で出会った方とも楽しくおしゃべりできましたし、こういうのも悪くありませんわね。ですが本当にネプテューヌにそっくりでしたわね。そういえば名前を聞き忘れましたが、なんてお名前なのかしら。いやー、ベールさん、こんなところで会うなんて奇遇だな。確かあなたは S 社のと言いますか、堂々と街中を歩いていることに驚きですわね。はじめはみんな驚いて大変だったのさ。何せこの見事な大胸筋や上腕二頭筋を持っている人間はいないからな。いつも女性たちの注目の的だったのさ。いえ、それは別の意味で注目されていたのでは。あ、そうですわ、せっかくですし S 社のことで聞きたいことがあるんですの。つまりはここからは真面目な話ということだな。彼女がこの国の統治者ゴールドサードというのは分かりましたわ。ですが彼女はそれにもかかわらずこの国に興味がなさすぎます。何か理由があるのではないのですか？理由か、あるにはある。だがそれを話すわけにはいかない。なぜならば、すなわちそれは政治家のスキャンダル。もし国民に知られてしまっては降ろされてしまいかねないからな。あなた見かけによらず常識人。いえ、常識スライヌなんですのね。人と違ってスライヌは見た目通りだからね。そう、
この上腕三頭筋のごとく。まああなたの筋肉はさておき、理由がスキャンダルになりかねない重大なものだということは分かりましたわ。まさかオイラの黙秘からそこまで推測するとは。ああ恐るべし守護女神。あなた今なんて。おっとオイラは用事があるんだった。それではまた会おうベルさん。アディオース。私のことを覚えているんですの。まさかそんな人がいたなんて。ソルジャーたちが南豚になってしまった時はどうなるかと思いましたが、ようやくリーンボックスもにぎわってきましたわね。ですが気になるのは魔王の動向。復活したもののその姿を目撃した者はいない。まるで見えない侵略を受けているようですわ。ベル、仕事だ。あら、エスーシャ、ご無沙汰ですわね。今度は外敵と魔王、どちらですの？外敵だ。どうやら魔王復活の地に上陸したらしい。言ってくれるな。仕方ありませんわね。ですがやり方は私に任せていただきますわよ。構わない。なら喜んでお受けしますわ。さて到着しましたが、私の他に仲間は…って、まさか私一人ですの？なんとなく状況から予想はしていましたが、まさか私以外のソルジャーがみんな乱豚になっているはずないですわよね。まあいいですわ。リーンボックスのためなら孤軍奮闘でも何でもして差し上げますわ。で、そういえば今回倒す外敵がどんな相手なのか私教えられていませんわよね。やはりこの間戦ったロボットなのでしょうか。やあベル、どうやら目的の地に着いたようだね。ちょうどよかったですわ。今回戦う外敵がどのようなものなのか教えてくださらない？ああ、そういうことか。失念していたよ。今回の相手は人間、しかも単独だ。会場で行われた戦闘では B ランクソルジャーを圧倒している。倒してしまっても構わない。だが捕まえられるようなら捕まえてくれ。情報が欲しい。わかりましたわ。それであなたが連絡してきた要件とは何ですの？魔王が潜伏しているであろう場所が判明した。外敵の撃退と合わせて調査をお願いしたい。外敵だの魔王だの少々人使いが荒いのではなくて？仕方がないだろう。まともに頼れるのは君しかいないのだから。まあわかりましたわ。魔王の方は調査でいいんですのね。ああ、くれぐれも君までランブタになってくれるなよ。ご心配には及びませんわ。魔王の潜伏先だがまだ封印の地から離れていないらしい。いつ動くともわからん。早急な調査を頼む。魔王、一体どんな方なんですか？彼女が使える子まで助かったよ。あと少しだ。あと少しで君を救うことができるよ、イーシャ。まずは先に外敵の撃退ですわよね。ですが単独で乗り込んでくるあたり気を引き締めていきませんと。まさか外敵、そこに隠れているのは分かっていますわ。おとなしく姿をお見せになってくださいな。ブギュちゃん、どうしてあなたがここに？よかった、やっと知ってる人に会えました。まさかネ
プギアちゃんが外敵の正体ですの？外敵って何ですか？私はただお姉ちゃんに頼まれてベールさんのお手伝いに来ただけですよ。けどびっくりしましたよ。リンボクス行きの船は全部運航を中止してるんですもん。女神化して飛んできたらいきなり海上で襲われるし、その後もしつこく追い回されるで大変だったんですよ。そうだったんですの。誤解でよかったですわ。それって、なるほど、そういう理由があったから私が襲われたんですね。ですが安心してくださいな。私が事情を説明して誤解を解いて差し上げますわ。あー、ありがとうございます。ところで先ほどネプテューヌに頼まれてきたって言っていましたが、ネプギアちゃんはプラネテューヌから来たんですの？はい、プラネテューヌでお姉ちゃんと交流したんですが、お姉ちゃんがベールさんには他の国みたいに頼れる仲間がいないから手伝ってあげてほしいって頼まれて。ありがとうございますわ、ネプギアちゃん。私のことを心配に思って海を越えて駆けつけてくれるだなんて。ネプギアちゃんこそ私の妹ですわ。ベールさん、こんなところで抱きつかないでください。誰かに見られたら恥ずかしいですよ。それにいろいろ美化しすぎです。では早速町に戻りましょう。プラネテューヌの様子も知りたいですし、そして何よりネプギアちゃんが土まみれですわ。私がお風呂で隅々まで洗って差し上げますわ。なんだろう、身の危険を感じる。あ、そういえばベールさん、魔王の調査がどうとか言ってませんでした？そうですわ、ネプギアちゃんに会えたのが嬉しすぎてすっかり忘れていましたわ。申し訳ありませんが、ちょっと手伝ってくださる？ところで、魔王ってどんなのですか？それが、復活したばかりなせいか、まだ誰も見たことがないんですの。ネプギアちゃんはどんな姿だと思います？やっぱりRPG に出てくるような肌の色が紫色の人間みたいなのかな。ベールさんはどう思いますか？個人的には痩せマッチョなイケメン魔王を希望したいですが、現実はきっとクリーチャーですわよね。